ポーターラベネル、ラベネル踏み込んでいった24秒ギリギリ、森山ヘッドコーチは取られ松崎、堂原が来た、堂原決めた、2ポイント最初の入りと一緒ですね、同点。ハミルトン、もうここもシュートエリアですよね。決めて、このシュートはカウントの上でファール。カップ麺を作るような仕草をなんかシェイクみたいな感じでやりましたね。おー、バスケットカウント、素晴らしい。今日もノリノリです ね、 ね。岡田のファールです。内からポーター、ハミルトン、ハミルトン3決めた、素晴らしいあ、小林に通した、小林決めた、手が伸びてくる、奪いました。いやー、素晴らしいですね。そしてラメネル、アシュリー、M1 素晴らしい。スイッチして前が鶴田になっています。さらにスイッチ、リメッツのところが鶴田、スリーポイント谷、ね、沈めてきました。タイムアウト、アルティーリ、このままキック使ってもいいと思うんですよね。堂原、ポーターに通して両腕がそのままいった。いやー、堂原選手今日アシスト素晴らしいですね。言って、あ、って言ったんですか。言いましたね。 それが効いてますね。なるほど、はい、ラムスリー、小林へ、おー、ワンショットで決めた。パスの選択肢もある中で、そこ、この AI カットから1つ目ゲームいきますよね。川島スリーポイント、いやー素晴らしい。こちらです、いや奪いました。そして前、ポーター、さあ見せ場、タイムアウトですかね。タイムアウト、アルティーリ、いやー西宮ですよ。うーん、ワッショイ、また眠れるっていうのはいいですね。あー奪った、ここアリウープ狙うんじゃないですか。あー、いかない、ハミルトン、ハミルトン抜けたー、 N1 若手の躍動も光ったプレーオフでの戦いでした。このゲーム2も西宮ストッツアルティーリ千葉を91対